逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、僕が乗ります。この街で知ってるとこなんてどこにもないもんな。取れないや、血の匂い。みんなそうだよ、バルラってそうやって生きてるんだ。ほら、また逃げてる。僕のことを大事にしてよ、僕に優しくしてよ。バカを、この初号機に乗せてください。僕はエヴァンゲリオン初号機のパイロット、イカリシンジです。膨張してしまった。僕、男ですよ。この子には明るい未来を見せておきたいんです。父さん。そう、よかったわね。僕は僕が嫌いだ。でも好きになれるかもしれない。僕はここにいてもいいのかもしれない。僕は僕だ。僕でいたい。僕はここにいたい。僕はここにいてもいいんだ。信じられないの？お父さんの仕事は。人類の存亡を背負わせるのはやっぱ酷よね。まだ生きてる。どうしてそういうことを言うの？あなたは死なないわ。私が守るもの、絆だから。私には他に何もないもの。じゃあさよなら。ありがとう。感謝の言葉。初めての言葉。あの人にも言ったことなかったのに。ダメなのね。もう、私が死んでも代わりはいるもの。レディフィールド全開。これが涙。泣いてるのは、私、イカリ君と一緒になりたい。多分、私は三人目だと思うから。これが涙。私、泣いてるの。なぜ、泣いてるの？綾波レイと言います。ユイさん。一人で帰れるからほっといて、ばあさん。所長がそう言ってるのよ、あなたのこと。ばあさんはしつこいとか、ばあさんは用済みだとか。初日から遅刻じゃかなりやばいって感じだよね。アスカラングレーよ。ソウリュウアスカラングレーです。ソウリュウアスカラングレー、仲良くしましょ。さあ行くわよ。戦いは常に無駄なく美しくよ。当然私がリーダー。意味ないわね。やだな、ここまでなの。バカ、無理しちゃって。これで借りは返したわよ。じゃあ今夜は二人っきりってわけね。つまんない男。キスしようか。じゃあ行くわよ。綾波の匂いがする。何が匂いよ、変態じゃないの？ちょっと待って。また初号機とイカリ君か。アスカ、行くわよ。もう二度と負けられないのよ、この私は。ミスは許されないわよ。何もできなかったなんて悔しい。じゃあ、ゼロ。セカンドチルドレンたる資格なし。私が生きてく理由もないわ。ああ、間違いない。そのためのネルフです。使徒を倒さぬ限り我々に未来はない。久しぶりだな。必要だから呼んだまでだ。乗るなら早くしろ。出なければ帰れ。人間には時間がないのだ。時計の針は元には戻らない。
だが自らの手で進めることはできる。もうすぐだよ、ユイ。一度お会いしたかったんですよ。冬月、俺と一緒に人類の新たな歴史を作らないか。ミサトでいいわよ。奇跡を待つより捨て身の努力よ。停止手段を教えなさい。やあねえ、いけるのよ。悪かったわね、ガサツで。いってらっさい。なんでインチキ。よしなさいよ、大人げない。私をここまで待たせた男は初めてね。ネルフを甘く見ないで。エヴァって何なの。アシトを全て倒した後、エヴァをどうするつもりだ。何か別の目的があるのよ。お父さん。例の調査団、ただ一人の生き残りです。心の傷はそう簡単には治りませんよ。歩いた。あれがエヴァ。私のミスから始まったことなのよ。ゼロのマイナスじゃないの。レトルトを原料によくここまで。大した男じゃないわ。無様ね。私じゃないわよ。だから壊すの。憎いから。バカなの。私は親子揃って大バカ者だわ。リツコ、すぐ戻るわ。カツラギさん、レイちゃん、こんにちは。アダムより人の作りし者、エヴァです。でもいいの、私は。そう、あんたなんか、あんたなんか死んでも代わりはいるのよ。頭蓋全部に亀裂発生。ダメです。完全に制御不能です。作動します。デルフィオールに接触しました。タワーに人侵入。さすがマヤ。さすが先輩。さすが先輩。さすがは司令と副司令。さすがは科学の町。まさに科学万能な時代ですね。古臭いセリフ。自分の仕事はします。でも納得はできません。総員第一種戦闘配置。シンクロ率を 60% に勝つ。使徒に勝つことだ。勝ったな。くだらない連中だがな、お前が欲しいのは口実だろ。ぬるいな。また恥をかかせおって。酔って喧嘩とは意外と安っぽい男だな。知らない方が幸せかもしれんな。あれを起こした人間たちを許すつもりはない。家庭に入ろうかとも思っているんです。六分儀さんとお付き合いさせていただいてます。あの人はとても可愛い人なんですよ。だって生きているんですもの。幸せになるチャンスはどこにでもあるわ。男だったらシンジ、女だったらレイと名付ける。主、モニターに回します。ダメです、間に合いません。受信データを照合。パターン青です。子供たちだけ危ない目には合わせられないっすよ。いいから突っ込め。現在使徒接近中。直ちにエヴァ発進の4割と認む。ビートロッチか。マギに侵入するつもりです。カウントどうぞ。3、2、1。やったー。うちに帰れるだけまだマシっすよ。だ、俺先に行くわ。いや、はや、波乱に満ちた船旅でしたよ。こんちまたご機嫌斜めだね。彼女の寝相の悪さ治ってる？涙の通り道にほくろのある人は一生泣き続ける運命にあるからだよ。その前にその口を塞ぐ。ゼーレが黙っちゃいませんな。まるで血の赤だな。真実に近づきたいだけなんです、僕の中のね。仕事どころじゃなくなったな。貴様の仕事はネルフの内定だ。自分の目で確かめないと気が済まないたちだから。これ以上バイトを続けると死ぬわよ。遅かったじゃないか。君が新たなシナリオを作る必要はない。後戻りはできんぞ。怒り、何を考えている。初号機による遂行を願うぞ。ネルフとエヴァ、人類補完計画、唯一の希望なのだ。そいつはまだわからんよ。ネルフ、我らゼーレの実行機関として結成されし組織。我々に苦笑化された神は不要なんだよ。すまんな、転校生。わしはお前を殴らないかん。2発もどついたりして悪かった。わしのこともどついてくれ。今日のこの日のために降誕です。真面目にやらんかい。さーて、
飯や飯、学校最大の楽しみやからな。知っとんのやろ、わしのこと。知らんな、信じだけか。当時、妹にわしは何でもあらへんと言うといてんか。こんなことでもなけりゃ一生乗る機会ないよ。すごい、すごすぎる。もったいない。だだ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 だ。一度でいいから思いのままにエヴァンゲリオン操ってみたい。桂木さんさんにお願いに上がりました。自分をエヴァンゲリオン3号機のパイロットにしてください。まだ授業中でしょ。不潔よ、二人とも。女の子泣かせたのよ、責任取りなさいよ。優しいところ、これにしよっと。明日は食べてくれるかな。ねえねえ、どうやって選ばれたの。いけひでこバカみたい。異常気象が世界中を襲いました。その頃私は根府川に住んでましてね。歌はいいね。そう感じないか、碇シンジ君。僕はカオル、渚カオル、カオルでいいよ、碇君。原因を探ってみて。綾波レイ、君は僕と同じだね。あの人、私と同じ感じがする。いや、僕を待っててくれたのかい。好きってことさ。僕は君に会うために生まれてきたのかもしれない。閉鎖されました。捕獲しました。攻撃開始。内部電源充電完了。技術開発部第3課の意地にかけても形にしてみせますよ。ネルフ保安諜報部の者だ。ご理解が早く助かります。制御不能に陥り暴走を許す危険極まりない兵器よりは安全だと思いますがね。制御不能。そんなバカな。プログラム消去のパスワードだ。なんてことだ、君なら勝てるのかね。しかしそんな無茶な。黙って従ってもらおう。シッて、子供が世界を救うというのか。そんな無茶な。別れ際にさよならなんて悲しいこと言うなよ。ごめんなさい、こういう時どんな顔すればいいのかわからないの。払えばいいと思うよ。どいてくれる。知った、嬉しそうな顔しなさいよ。なんでこんなやつと。違うわよ。自分だって子供のくせに。ユイはそのかけがえのないものを教えてくれた。全ては心の中だ。また逃げ出すのか。ただいま。おかえりなさい。ただいま。おかえりなさい。ただ会いたかったんだ。もう一度。スイカですか。何かを作る、何かを育てるのはいいぞ。君にしかできない。君にならできることがあるはずだ。後悔のないようにな。ごちゃごちゃ抜かすやつがおってみ、わしがパチキかましたる。あなたは人に褒められるためにエヴァに乗ってるの。違うわ、他人じゃない。自分で自分を褒めてあげたいからよ。あんた碇司令が死ねと言ったら死ぬんでしょ。そうよ。ラッキー、カジさんにショッピングを付き合ってもらえるなんて。ラベンダーの香りがする。わっ、こら。学校はどうだ。問題ありません。この日のためにお前はいたのだ。はい。ダメよ、帰ったら叱っておかなきゃ。あなたいい保護者になれるわよ。ミサト、私を信じて。何言ってるのよ。ほらネクタイ回ってる。これはどうも。カツラギがヒール履いてんだからな。自分に絶望するわよ。他人をでしょ。うかつに手を出すと何をされるかわからない。カツラギさんと同じですね。その時はここを自爆させるんですね。すまないわね。いいですよ、あなたと一緒なら。ありがとう。ピッペアルック。やんな感じ、裏切りもん。またしても今時ペアルック。やんな感じ。綾波の胸、綾波の太もも、綾波のふくらはぎ。まさか人類補完計画だよ。
始まったな。ああ、すべてはこれからだ。人の作り出した究極の汎用人型決戦兵器、人造人間エヴァンゲリオン、その初号機。刑事に拘束、大丈夫でしょうね。ああ、シンジ君を失うわけにはいかないのよ。エヴァー初号機は第三司令局に入ります。稼働電圧、臨界点を突破。専用の D 型装備よ。目標オツの攻撃により活動停止。パラメータ indicates no hazard. We'll maintain course. 全部に固定完了。第2次接続開始。ある見通し。我々ゲヒルンではアダムと呼んでいます。神のプロトタイプか。エヴァ、最初のね。あなたも見ていたはずなのよ。鍵の状態みたいなものね。計算より早すぎるわ。マイクロマシン、細菌サイズの使徒と考えられます。
エヴァーには衛星軌道の敵は迎撃できないもの。さあ行くよ。おいで、アダムの分身、そしてリリンのしもべ。ありがとう、シンジ君。人類補完計画の要ですね。そうだ、最初の人間、アダムだよ。セカンドインパクトからその全ての要であり、始まりでもある。アダムだ。違う、これは、リリス。涙を流すべき状況だね、これは。西暦2015年、人類の明日を守るため汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオンが今出撃する。新番組新世紀エヴァンゲリオン第1話、使徒襲来。エヴァは使徒に勝つ。だがそれは全ての始まりに過ぎなかった。父親から逃げるシンジ、ミサトの傲慢は自分が彼を救おうと決心させる。次回、見知らぬ戦場。この次もサービスサービス。新たな生活を状況に流されるまま送るシンジに友人が生まれるはずもなかった。だがエヴァのパイロットである事実は彼を人気者にする。次回、鳴らない電話。この次もサービスしちゃうわよ。自分の心を克服できず、ミサトからも逃げ出すシンジ。だが組織は少年をあっさりと連れ戻す。そこに優しい言葉はなかった。次回、雨、逃げ出した後。この次もサービスサービス。他人との接点を最小限にとどめ生きていく綾波レイ。彼女が心を開くのは碇司令だけだった。自分より父に近い少女にシンジは戸惑う。次回、レイ、心の向こうに。シンジは助かった。だがその傷は彼に甘えた言葉を吐かす。突き放すレイ。一方、ミサトは使徒に対し一点突破を試みる。次回、決戦第三神道教師。迫り来る使徒に対し、民間の開発した人型兵器が制御不能に陥る。果たしてミサトは炉心誘拐を止められるのか。次回、人の作りし者。お楽しみに。ドイツのビルヘルムスハーフェンを出港し、一路日本へと向かうエヴァー2号機とそのパイロット。突然の使徒襲来は起動した2号機に初の水中戦闘を強いる。次回、アスカ来日。心が点でバラバラのアスカとシンジは使徒にコテンパンに乗されてしまう。ミサトは2人の完璧なユニゾンを目指し一計を講じた。次回、瞬間心重ねて。この次もサービスサービス。孵化直前の使徒が眠る浅場山火口。ネルフは初の捕獲を試みる。極地仕様のエヴァー2号機が灼熱の地獄へ挑む。次回、マグマダイバー。この次もサービスサービス。
ネルフを心よく思わない人々が第三神道教師すべての電源を止める。近代設備が何も動かないネルフに使徒が迫る。次回、静止した闇の中で。この次もサービスしちゃうわよ。使徒殲滅に己の業をぶつけるミサト、語られる過去だが、成層圏より飛来する最大の使徒は人々に希望を捨てさせた。次回、奇跡の価値は。みんなで見てね。シミュレーションプラグの実験中に起こった事件、次々と侵されていく地下施設、ついに自爆決議を迫られるネルフ。次回、使徒侵入。この次もサービスサービス。ネルフ、そして人類補完計画を裏で操る秘密結社ゼーレ、光司令の行動はその視界文書の実現に過ぎないのか。次回、ゼーレ魂の座。この次もサービスサービス。友人が次々と結婚していく中、一人焦りを感じるミサト。果たして家事との再会は彼女に与えられたラストチャンスなのか。次回、嘘と沈黙。増長したシンジはディラックの海に取り込まれてしまう。残されたわずかな時間が彼に絶望を教える。次回、死に至る病。そしてこの次もサービスサービス。アメリカで建造中だったエヴァ4号機がネルフ第二支部ごと消滅する。この事件が新たなエヴァパイロットを選出させる。次回、4人目の赤覚者。アメリカから機動試験のためエヴァ3号機が松代に届く。人々は初の惨劇も知らず、最後の日常を謳歌していた。次回、命の選択を。シンジはついに自らの意志でエヴァを降りる。だが彼に関係なく進行する最強の人が次の惨劇を生むのだった。次回、男の戦い。エヴァの覚醒により人類は救われた。だがシンジは初号機に取り込まれ物理的融合してしまう。失敗する彼のサルベージ。号泣するミサトが見たものは。次回、心の形、人の形。ゼーレにより拉致される冬月、その脳裏を横切る過去の記憶。1999年の教祖から全てが始まった。ネルフは果たして人類の砦で足りうるのか。次回、ネルフ誕生。シンジに負けたことで精神の落とし穴に落ち込むアスカ。さらに使徒の放つ精神攻撃が彼女の心にとどめを刺す。シンジはアスカに慰めの言葉を持たなかった。次回、せめて人間らしく。使徒に取り憑かれ侵されていくゼロ号機。その侵食からシンジを守るため、レイは自らの死を希望する。第三神道教師と共に光と熱となり、彼女は消えた。次回、涙。街が消え、友人が去り、昇進のシンジに少年が微笑む。彼の爽やかな風のような笑顔に溶け込むシンジ。だが彼らには過酷な運命が仕組まれていた。次回、最後の使者。最後の使徒は消えた。だがシンジは苦悩する。そしてミサとアスカも心を吐露する。人々に救いを求めながら、これも終局の一つの形であることを認めながら。次回、終わる世界。終局、それは始まりの後に必ず訪れる。私たちの願いは破滅へと連なるのか、私たちの希望は死そのものなのか。最終話、世界の中心で愛を叫んだ獣。
ってか。あなたが守った町。ネルフ本部、世界再建の要、人類の砦となるところよ。確認してるんだな。セントラルドグマを物理閉鎖。ある警報発令。我々のシナリオ通りだ。消滅？確かに第二支部が消滅したんだな。綾乃美。母さんの脳みそそのものなのよ。AT フィールド。ダメだわ。AT フィールドがある限り、使徒には接触できない。リリンも分かってるんだろ。AT フィールドは誰もが持っている心の壁だということを。